迎えていますイエーイ。11月4日、よしこナイトにお越しくださった皆さん、はい、本当にありがとうございました。本当ですね、バッタバタではありましたが、はい、もう一瞬で終わっちゃいました、はい、どうでしたか、久しぶりの。いや、もうまずステージ、はい、ステージでね、踊らせていただくのすごい久しぶりだったので、うん、お客様が一緒に踊ってくださったりとか、うん、ハイライトで振り付けを、うん、もう一緒にね、うん、私たちの中でもこの昔の曲からこう、ね、結構バラエティに富んだセットリストでお届けしたのに、うん、全部踊れる人とかいて、うん、なんか久しぶりに、うん、もう自分が踊ってもらってっていう時間が過ごせてすごく楽しかったです、うんうん、どうですか、エイカ様。いや、楽しかったです。本領発揮してたね。はい、本当ですか。本当です。でもやっぱダンスはいいですね。ねえ、いいよな、いいよな、ダンスはいいよな。ちょうどステージがあって、はい、それが2つに分かれてて、はい、前に引っ込んだら奥に行けないから、ずっと私は前のところでずっとスタンバイして、はい、みんなが踊ってるのを見てた、はい、でそれでもう本当みんなの真横だったから、はい、うわみんなめっちゃキラキラしてると思って、ちょっとみんなが素敵だった。あ、笑顔で見てください。こちらも安心しました。今回はもう濃かったですね。いや、本当に。で4月に会場が決まって、でそこからじゃあオリジナル曲、じゃあそのイベントに向けてやればいいんじゃないという感じで作り始めてくれて、はいはい、じゃあそのためにレコーディングをしよう、じゃあそのために撮影もしよう、じゃあイベントの前にその MV も公開しようって、もう全部その11月4日までのところにこう焦点合わせて始まった半年だったから、はい、怖かったね。黒字のスケジュールでしたね。怖かった。会場探しとかすごかった。すごかったよね。出し始めたのが3月で、で私たちいろんなところに電話したりメールしたりとかして、鼻で笑われたよね。はい、今年やりたいつもりですかと。うちは3年空いてますよとか言われて、ね、どこかに落としてるそうそうそう。老舗はやっぱ3年空いてますよ。ね、撃沈した結果でもね、素敵なところが空いてて、そうそうそう、ラッキーでしたよね。年内やることができたので、はい、よかったですね。よかったですね。ゲスト様がそうだったですね。ね、うん、ね、そうそう、イベントのための特別のメドレーを春穂さん作っていただいて、っていうご披露だったんですけど、ヒット曲がね、満載で、だけどなんかおしゃれに繋がってて、お客様ちょっと泣いてましたけど、泣いてた、泣いてた。前列、3列目ぐらいまで私もそう顔が見えたんですよ。あ、泣いてると思いながら喋りました。SNS で話題になってて、よしこ先生がこの春穂さんのお歌で、川口大輔さんのピアノで踊られるっていうコーナーがあったんですよ。衣装がね、スケスケの、はいはい、なんかちょっとね、長いスケスケのスカートに、なんかホットパンツ、はい、見せパンですよ、見せパンツ、ほぼパンツ、衣装パンツです、そうなんですが、ほぼパンツで素敵なお宮城と、うん、素敵なお尻が、うん、そう、なんかね、みんなに言われたのそうそうそう、MV と同じ衣装だよって言ったんだけど、はいはいはい、いやいやいや、いやお尻がとかってみんなに言われて、はいはい、あ、やっぱ照明が当たるとバレバレなんだね失礼いたしました。いやいや、素敵でした。ダンスももちろん素敵だったんですが、うん、男性のいいお歌声とか、まだじんときますよね。ね、そう、ね、見てない人残念だな。本当残念だな、いつも思うの。みんな行きたかった、行けばよかったとかっておっしゃってくださるんだけど、うん、絶対に見た方がいいですよ。もしね、あるか分かんないですけど、あったら絶対来た方がいいよね。絶対来た方がいいよね。あとあれですね、室田さん。あ、はい、はい、室田さんも可愛かったし、そうですね、はい、オリジナル曲もね、はい、なんか披露してくださいましたけど、そうそうそう、はい、覚えましたね、私たちも、ね、また何かご一緒できたらなっていう話でしたよ ね、 ね、コントとかね、コントとかね、そう、あ、リハーサルの時からちょっとエリカちゃんと、うん、で室田さんちょっと似てるところでね、うん、何でもできるタイプの天才だったので、ミュージカルやりました。あ、ミュージカル団長公演で出てきたタイプっていうぐらいね、その中をちょっと深めることができてよかったです、はい、あ、そう、はい、踊ってみたのチームの方が今回4チーム、うんうん、すごかったね、すごかった、うん、ね、一番最初がかりんちゃんっていう女の子、うん、小さな小さな可愛い子、うん、小さな小さな、一人で踊れるのかっていうぐらいね、ちっちゃい子でしたけど、
ど、立派だった。立派でしたね。コメントも立派で。本当に。ね、あと2人、あと2組目が日向子もなこさん。はい。かわいい女の子。はい。でも、吉子先生に、私とね、どちらがハロプロに。あ、すごいアピールだっていう。はい。なんかね、ハロプロ愛の強い2人のかわいい女の子と、あと、スワリタガール。スワリタガールさんは男の子さんですね。ボーイズ、すごく夢中に浮いたような。ね、でも、ガルシーダンスを踊られる。素敵でしたよね。うん。ブンブン踊っていただいて、うん、ちゃんと黄色の衣装を着て、ね、蛍光だったね。そう、蛍光だって眩しかった、はい、で4チーム目がドリヤマモリベさん、うん、7人組で、うん、一応見た目は男の子2人、うん、あとメディアルそうそうね、男の子がすごいね、キャラが強くてね、なんかブラジャーみたいなね、なんかね、本家がチームよしこ食われたという感じの、すごい勢いでやってきましたけど。バトルしたい。バトル相手ね。最高でしたよね、皆さんね。今回はほら、MC。あ、今回そうなんですね。代打の MC だったのに、いやいや、いや、あの、すごい喋りやすかった。あの、質問の仕方が上手なの。もういいってならなかったです。もういいってならなかった。今回よりも規模も大きく、ゲストさんもね、たくさんいらっしゃる中での緊張の中で、ちょっと段取りを見せて、よしこさんにもういいって言われて、伝説のもういいを引き出したから、今回もちょっとね、それが出ちゃうかなと思ってたんですけど、素晴らしかったね。いや、本当。じゃあ、壊すかも、ポチンってね。そうですね、ちょっと入れときます。本当はこちらが MC なんですけど、代打の評判良くてごめんなさい。よろしいです。ありがとうございました。そこ大評判でね、あの配信ないですかとか、もう一回見れないですかとか、いろいろご質問いただくんですけれども、その辺はいかがですか？そうですね、ございません。毎回言うんですけど、大人の事情たっぷりの。できないんですよね。お借りしてのイベントなので、そうなんですよ。あの、ね、なかなか配信とかはできないんですけど、どっかで集まって、ね、お茶かお酒片手に ね、 そうですね、思い出を語らい合う場みたいなものが、まあ、あったらいいなと思っていますけれども、そうですね、はい、来年のじゃあ1月から2月ぐらいの年頭ぐらいにめっちゃ行きますね。どうですか？行きます。どうですか？違うの、あの、フリマに、私次の日フリマ出たんですけど、フリマにもう早速昨日も来たよみたいな感じで何組かね、こう顔見知れの、 あの方がいらしてくださって、来年はとか、あの年内はみたいな、もう決まってたから、皆さん、あ、皆さん、よしこさんのイベントにいる開幕の方々、はい、え、年内やらないのみたいな、さすがにちょっと年内はね急すぎるので、はい、年明けに、はい、よしこの部屋、はい、2023年、はい、今年もハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、今年もよろしくスペシャルですね。日にちはまだ決まってないですけど今決まってそうそう、だいたいこういうコーナーでね、だいたい YouTube で決まるけど、そうそうそう、だいたいここが発端になってじゃあやろうみたいな、1月か2月にそういう、なんか皆さんで思い出をシェアするライトな会をやることはじゃほぼ決まり、そうですね、はい、これからじゃあ会場探します。3年待ちじゃないところで、はい、探します、はい、あとはですね、質問が結構来てたんですけど、あの T シャツ買いそびれたんですけど、みたいな、これあと来た人しか買えなかったね。そうなんですよ、前回まで通販で売ったりとかいろいろあったんですけど、今回は会場内のみの販売だったんですが、なんかね、バタバタしてたのと、いろいろなんかみんな高揚して帰ったら買い忘れたとかいう、そういうお問い合わせも、あの、ほんのちょっとだけあったので、で、在庫もほんのちょっとだけありますので、在庫の気持ちが上がったりは通販という形になりますので、はい、もしよかったら、またこれも、いつ発売するかはツイッターなどでお知らせしますが、はい、これ白が、あの、限定色で、そう、ちょっとここだとよく見ると、近くで見てください、みんな、ちょっとズームしたら見れると思うんですけど、白も可愛い。そうなんです。これ持ってる人がすごく世の中に少なくて。少ないです、白は。もう限定色の白と黒。どっちも可愛いですよね、これで、ね、オンカラー。で、ぜひゲットしてみてください。はい、ということで、無事に終了しました。よしこナイト、来てくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。こういう大きなイベントはなかなか、そう簡単にはできるものじゃないんですが、まあ、チームよしことして、まあ、YouTube 通してですね、また、今後も細々と、細々とキラキラと、活
動していこうと思いますので、皆様引き続きどうぞよろしくお願いします。お願いします。